こんにちは産婦人会の高橋玲奈ですすすいいいつももごごご視聴あありりががととううざざままコメント今日はですね、前にもその TikTok のお返事したんですけれども、今日もですね、ちょっと TikTok のお返事をしたいと思います。こちらはですね、一度 TikTok の動画でお答えしているものなんですけれども、ちょっと詳しくお話しするために動画に、また今回もしたいと思います。最近ですね、結構深刻な悩みも TikTok に来るようになって、全部お返事できるわけではないんですけれども、その中からちょっと紹介をしたいと思います。 いきなりすみません今日ネットで出会った仲のいい友達と実際に会ったら襲われました生で入れられて出る瞬間に外に出される感じでした妊娠してるかもしれないと思うと怖いです産婦人科には怖くていけないですということですねネットでの出会いで実際にそういう風に襲われてしまったとか大丈夫だと思ってたけどそういうことになってしまった自分は望んでなかったのにそういうようなことをされてしまったっていうお悩みがですね実は最近ちょこちょこ届くんですよ。本当にまず 皆さんネットでの出会いとかネットでまあ簡単に会うことできるようになったんですけれどももうその人の本性っていうのは。 文章ののやり取りとかかじゃわらないのでもうぜひ本当に気をつけてもらいたいんですけれどもまず前にも私こういう関連のことをツイートをしたんですけれどもまず一番回避しなきゃいけないのは望まない妊娠の回避です、まあ、性感染症に関しては後々検査すればいいんですけれども一刻も早く取り組まなきゃいけないのは望まない妊娠の回避なんですね今までもアフターピルの動画でもお伝えしたようにアフターピル72時間以内で一応効果を発揮します100 ではないんですけれども72時間以内なるべく早く飲むことによってより妊娠の回避の確率が上がりますなのでまず一番必要なのは緊急避妊薬アフターピールの内服なんですけれどもそこでまず警察に行くか行かないかっていうところがあるんですねまず警察に行くとなるといろいろ取り調べだったりお話しなきゃいけないんですけれども警察が産婦人科に連れてってくれたりしますそしてですね産婦人科でやる検査例えば性感染症の検査だったりとかアフターピール の処方だったりとかそういうことに関してはすべて公費負担になりますので自分がお金を払うことはありませんなのでそういうことを考えると結構この私のコメントに相談来られる方って結構若い方も多いんですよねでお金がなくって同意のない行為をされて産婦人科にお金がなくていけないっていう方にとってはまあ、警察に行くっていうワンステップ挟まないといけないですけれども警察に行ってそこから一緒に産婦人科に行ってもらえれば自分がお金を払う必要はないので経済的な負担 はないです。しかもですね加害者の証拠になるようなものを取ってくれたりします例えば加害者の dna がついたかもしれないところから検体を採取して保存してそれが証拠になるわけなんですねなのでそういう検査というのが全部無料で警察が産婦人科に連れて行ってくれてやってくれます実際私も産婦人科でこのような性被害の方の診察を何回もしたことがありますまず結構女性の方性被害っていうといきなり道で襲われちゃったっていうことを想像 してる人も多いんですけど実は友達と遊んでてそういうつもりじゃなかったのに無理にされちゃったとかそういうことってあるんですね実は一番その性被害で多いのは友達からとか知ってるんだけど同意のない行為。 されてしまったっていうことで道でいきなり知らない人に犯罪に巻き込まれるってことは実はそんなに多くはないんですねなので自分も悪かったしとか友達だったしとかそういうことは考えなくてよくてとにかく同意のない行為をされてしまったってことはそれは犯罪で警察に行ってもいいんだってことを知ってもらいたいなというふうに思いますなので結構警察っていうとすごい大げさなものでそこまで私大げさにしたくないと思うかもしれないですけれども実際にいろんな必要な検査を無料で受けてもらえたりとか それをしっかり犯罪と認めることが大切だと思うんですよねなのでちょっともしかしたら敷居高いかもしれないですけれども警察に行くことによってそこからいろんな機関の紹介してもらえたりしますので一つ選択肢として考えてもらえたらいいかなと思いますなので嫌でなければ警察に行ってそこから産婦人科に行くっていうのが経済的負担も少ないかなと思いますそしてですね警察に行かずに産婦人科に行く場合普通にアフタービルくださいって言えばいいと思います 場合によってはね理由とか聞かれることもあるんですけれどもその時は普通に否認に失敗してしまったって言ってもいいですしそれが同意のない行為でしたっていうふうに言ってもいいとは思いますで産婦人科医が勝手に警察に突き出すってことはないですそれは心配しないでくださいなんですけれどもご希望があればその方のご希望があれば同意のもと産婦人科から警察に連絡することはできますなので自分から警察に行く勇気がないとかちょっとそこまでする時間が まずはアフターピルをもらいたいという場合には産婦人科に行ってから警察に行くということはできますそしてですねちょっとさっき言うのを忘れたんですけれども警察に行った場合その 加害者の唾液がついているようなところから検体を採取すするっって言ったんですけどなのでもし警察に行く場合証拠を残したい場合同意のない行為をされてしまった場合はもう本当に気持ち悪くて生理的にシャワー入りたい場合はそれでシャワー入ってから警察に行ってもいいんですけれども、えー、証拠を残すっていう意味ではシャワーとかは入らないで警察に行った方が確実かもしれないですなのでその辺はお任せします。同意ののない行為があった時の洋服とか 下着とかそれに加害者の体液がついれたりする場合もあって加害者の特定に有用だったりすることもあるのでその時の洋服とか下着とかを洗ったり捨てたりしないで取っておけると証拠に役に立ったりすることがありますさっきからですね警察警察というふうに言ってますけどなんとなくこの中には警察っていうとごっつい男の人が出てきてその人と一緒に産婦人科行かなきゃいけないんじゃないかとか思うかもしれないですけれども大抵は私の経験上産婦人科に来た方は 女性警察官と一緒に来られた方が多いです。警視庁のホームページを見たりすると「希望すれば女性警察官を選べます」っていうふうには書いてありますので「女性がいい」っていう場合には「女性警察官がいいです」っていうふうに積極的に伝えてもらえるといいかなと思います。 あととでですすすねメンタルのケアもすごく大切だと思うんですよ警察に行った場合そのようなカウンセラーを紹介してもらったりすることもありますので相談も可能ですそして万が一アフターピルを服用しても妊娠してしまった場合にはその中絶費用っていうのも無料になる場合がありますなのでお金がなくて産婦人科に行けないとかそういうのではなくてそのような支援もあるということを知ってもらえたらいいかなというふうに思います。 そののののよううななななな同意いいいいい行為があっってしししまままた場合一番回回避避きゃけは望妊娠に言いましたで産婦人科に行くか警察に行くかってお話をしたんですけれどもまずどっちも敷居が高いとまず誰かにとりあえず相談したいっていう場合にはですねワンストップ支援センターというものがありますそこに連絡をすると同意のない行為をされてしまった方とか DV に合っている方とかいろんなその被害に遭っている方の相談窓口になっていますので産婦人科に行った方がいいのかとか警察に行った方がいいのかとか 行った方がいいのかとかどういう手続きをすればいいのかというのを教えてくれると思いますそしてですね警察に連絡する場合も実は窓口があるんですハートさんシャープ8103というところに連絡するとそのような性被害専用のダイヤルに繋がりますのでそこに連絡をして相談をしてもいいと思いますならで,ですねどっちに連絡しても大丈夫ですどっちに連絡してもどういう手続きをするかっていうのを教えてくれますのでまずはそのような支援があるってうことを知ってもらえたらいいかなと思います例えば 例えばお金がなくていけないっていうのは一番避けたいんですけれども実は警察に行くとそのような手続きとか検査が無料になったりアフターピルは無料になったりしますのでそのような支援があるっていうのを頭の隅に入れておいてくださいそして何度も言いますけれども被害者がが泣き寝入りしてしてまうことが多いんですねあとは被害者が自分にも落ち度があったとか自分があの時ついてったから悪いとか信用して会ってしまったからいけなかったとか自分のせいにしてしまうこと 多いんですけれども全く悪くありません加害者が100%悪いのでなので ちょっとででもも自分のせいいななんて絶対に思わないでくださいそして信用している友達だったりとか自分の彼氏だったとしても同意のない性行為というのは犯罪ですのでそのような認識を持てるといいなと思いますなので、まあ、今回ご質問してくださった方には TikTok でお返事したんですけれども、まあ、怖くて産婦人科に行けないというのはすごくわかります怖くて警察に行けないっていうのもわかるんですけれども望まない妊娠をしてしまったりとか性感染症が見つからないことの方が怖いと思います私も 動画で色々産婦人科の内部事情とかお伝えしてますけれども実際産婦人科行ったらこんなものかっていう感じだし若い方からお年寄りまで来てたりしますので産婦人科に行って白い目で見られるなんてことはないと思います意外と普通の病院だなって思うと思います行ったことない人だともう強制的に内診されるんじゃないかと思っちゃうかもしれないですけどそんなことはありませんので診察を強制的に私たちがすることはできませんので産婦人科を怖がらずに受診をするようにしてくださいなるべく 早いいい方がいいですそしてこれをご覧の皆さん同意のない行為っていうのは犯罪ですので自分が悪かったなんて絶対に1ミリも考えないでくださいそして万が一そのような被害に遭ってしまった場合にはワンストップ支援センターとか警視庁のダイヤルもありますのでそのような支援があるということを知ってください本日はこの辺で終わりにします今日の動画が役に立ったなという方は評価の方お願いしますコメントもお待ちしておりますそれででは産婦人会の高橋れなでした